今日はお休み、ランチに、お気に入りの、ガーデンを持つパスタ屋さんに、来ました。ちょっとお邪魔してガーデンを撮影させてもらっています。イングリッシュガーデンもね、すごい綺麗なんですよ。こんなお庭にね、作れたらとってもなんか毎日が楽しくなっちゃうと思うんだけど、はい、一日にしてならずですよね。お手入れも大変だと思うんですけど、オリーブとかね、うちのオリーブちゃんちょっと元気なくなっちゃったんだけど、こちらは元気に咲いてます。あ、咲いてますじゃなくて、でもね、植物も人間と同じで愛情を注ぐと本当に元気に育ってくれるんですよね。こんなね、まったりしたね、休日もたまにはいいですよね。はい、ケーキを食べてしまいました。パスタ取るの忘れたんだけど、はい、ちょっと可愛いもの買ってみましたのでご紹介です。はい、今回ですね、キッチンハーブみたいなものをやりたいと思って、Amazon で買ってしまいました。これはね、シソの栽培キットになっています。こちらはこんな可愛い卵の容器みたいな、これがね、ミニバラの苗じゃない、種。ちょっと開けてみましょうか。だけどこれ本当芽出せるかな、私。あ、卵みたいに。あ、これです。これミニバラだって。これをいわゆるなんかトントンって割って、その中に多分土が入ってるんですよ。でそれでこの種を入れると何日かすると発芽する、ってそして間引きするんだよね。かわいい芽が出てきたらまた動画撮りたいと思います。これがミニバラで、これがね、ワイルドストロベリーっていういちごだね。いちご観賞用だと思う。これがラベンダー、ラベンダーっていう香りだよね。次はこちらが LED の電気当てると育っちゃうよっていう、ほんまかいな、そうかいなっていうね。結構雑に入ってますね、これ。挟んでって言ってもどこに挟むの、これ。机とかだね。
はい、次回は、ロマママさんからもらったアロニアのジャムを作りたいと思います。お楽しみに。